ます。ありがとうございます。やってきましたね、これ。はい。ちょ、もう嫌。いや、ちょ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 、やめてやめて。もう自信持ってもらって。いいっす、ここで叫びますけど大丈夫ですか。ああ。じゃあ。お邪魔します、ちょっと。もう今日マジで部屋セットとかもやってなくて。パジャマ。はい。いいっすね。え？で、ちょ、久々に、僕はちょっと抜き打ちいる人だなと思って、来たんですよ。最低、JK の位置よ。お忘れしたな。ちょ、そっか。でも、あの、問題がいっぱいあるんですけど。誰かいます？え、いません。マジか。ごめんね、ちょっと、静かに。うん、大丈夫？ちょっと靴多いし。いるかもしれないこれ。普通に。まあ、どうぞ。じゃあ、ちょっと失礼します。はい。お邪魔します。いただきます。チュベルグ。あの、一つまず問題点をいっぱい、一回だけ発表してもいいですか？じゃあ、一応聞いときます。はい。結構見る前に、はい。あの、電気が5箇所ぐらいつかないとか。どういうこと？なんか薄暗いと思ったんですよね。はい。洗面所ちなみにつきます。洗面所はちなみにつきますね。ああ、はい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 。あの、あっち側が結構つかない。もう3カ所ぐらい。え、どういうこと？いや、本当に1時間前ぐらいに多分電球が切れちゃって。ああ。で、電球 Amazon で頼んだんですけど、まだ来ないんですよ。ああ、もうじゃあ頼んでるから。本当に来てないですか、まだ。ちょっと待って。でももし届いてたら今日やってもらっていいですか？何しに来たんですか僕。ちょっと届かないんで。え、ちょ、一回見ていいですか？はい。あ、なんか、あ、これだ。え？ちょっと待って、有効期限切れてるお支払い方法の変更が必要です。カメラの電池とか充電器とかハゲ隠しとかも買ってるんですよ。何ハゲ隠しって。え、ちょ、ハゲかけてきて最近。ちょっとエクステの弊害。はい、そうです。あ、ハゲ隠しも買って、もう一旦こっちの部屋から。大丈夫です。いきなり大丈夫ですかそれ。こちらも。ちょっと待って待って待って。性格のあんまりものですね。これ何人家族ですかこれ。これね、本当何回も言われるんですけど、部屋干しなんですよ。はい。だから、あの、一回干したら、全然干せないんですよ。マジで。量が。で、今も干してるんですけど。いや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 。しかも、やっぱあの、めっちゃ使うんで、服。確かに、使いすぎ。で、いつもここにガッてなってるんですけど、はい、めっちゃイライラするんですよ。これ、開けられない。あー、確かに。クソみたいな。で、たまにここで、一番 TikTok 撮ってることが多いんですけど、はい、大体下に服踏んでます。ムカつくときは全部ここに上に置くみたいな。まあ今も中干ししてるみたいな。あとちょっと問題があるんですけど。何すか問題。このこれとか。本当多分嫌われる証拠だよね。これ。あ、これね、カピカピになってるやつね。あとクレンジングタオルを毎回溜まっちゃう。え、ゴミ箱はないんですか？これ使ったやつってことですよね。はい。今日の朝。ゴミ捨てないんですか？はい。で、たまにこう洗濯物がバーってあるじゃないですか。はい。で、クレンジングタオルが。たまに落ちるんですよ。ここ一緒に洗濯しちゃったはず。なんかそのクレンジングタオルが自分で動いてるみたいな言い方でしたけど、落としてるんですよね。はい、私ですね。でも別にここはまだいいけど、ちょっとこういうとこが多分嫌われる証拠ですよね。ちょっとます。こっちやばいっすね。はい、ごめんなさい。でも女の子ブラシとか大丈夫ですか？ブラシ、髪の毛めっちゃついてるとかないですか？ついてる。やだ。そういうのは食レバシ。大丈夫、ちょっと鏡開けてもらってもいいですか？いやー、この後ろがちょっとやっぱね。ああ、でも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 大丈夫ですか？なんか歯ブラシ2本立ってるとかないですか？ないです。でも友達のなんかちょっと無理。ね、見合わせ？なんかあるよ。いやでもこれありますね。でもここら辺の方が綺麗なんですか？確かに。これはあのママが多分前綺麗にしてくれた時にやりなさいって言われて強制的にやらされたんです。でもこれは崩れることあんまないです。そう、右側。あ、ここがめっちゃ綺麗。そう、ここ。え、ちょっと何？え、聞いてました？もしかして聞いてたから今日来ること。でも問題あります。上見てください。これね、上ね、あの綺麗だと思うじゃないですか。はい、綺麗ですよ結構。入ってない。わあ、あ、からなんだ。だからもうここね。ね、これも。ちょっと待って。入ってない。全部ちょっとだけ残ってるみたいな。あ、これ入ってるね。これごと使ってますもん。誰？じゃあ後で僕入れときますね。いいですか？これ入ってません。そろそろ捨ててって、ね、言って。これは捨てよ。今捨てましょう。そうそう、これはフェイスタオルとチョベリグ。ちょっと失礼しますよ。はい、ちょっとごめんなさいね、本当女の子っぽくて。おお、いや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 、いや、物多くない？女の子っぽくて
あー、2個、2個ついた、あ、2個ついた、よかった。ここは1個もつかないからだから、あの、料理はいはいはい、鉄はしてないですね。はいはい、レンチンでできるものとか外食とかが多くて、もう電気がつかなくなっちゃって。確かに外食多かった。この前のメールのレシートのやつでも。あ、そうだ。あ、しゃぶしゃぶ3万みたいなありましたからね。ありました。マジ？すごっ。まあ、あのキッチン何もないんで正直。本当ですか？いつも何かね、あるっすよね。まあ、はい、あの特大の氷の塊が出てきたりしましたからね。いや、これマジ地獄でしたよね地獄でも、あの、嬉しいお知らせがあって、お冷蔵庫はちょっと前に整理してます。おなので、衝撃、あの、食品が一つもないです。逆に？はい。あ、ここ見てください、かわいいね。あ、かわいい、かわいい。はい、電気がつかないで、暗いですね、はい、ほとんど見えません。電気がつかないよ、みんな大丈夫かな。はい、必死に今カメラで明るくしてますけど。かわいそう。あ、いいですね。さ、ステッカーとか、あとこの韓国プリン、はい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 、とか、あとうちらのサシスの写真。おー、私はスーちゃんが、え、はい、仕込みましたちょ、好感度上げようとしてないですこれさっきできたばっかりとかね。もともとですよ、やめてください。大丈夫ですか、はい、これ、これつかないですか、ちなみに。つかないんですよ。そう、ここもつかない、なんで。揺れると思う。だってキッチンに行くと本当気持ち悪くなるんですよ。待って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 、電気が全滅したのって。だって LED ってそんな簡単に切れないですからね。うん、本当に友達とかもキッチン行くと気持ち悪い。ガスコンロだからとかもあるかもしれないけど、水場がね、なんかあかんとかって言いますよね。でもマジキッチン行くと本当に気持ち悪くなるんですよ。友達もなるんですよ。え、マジ、うちあれ呼びたい、霊媒師。あ、見える人ちょっとご連絡ください。いないとあれだから、いるのを確認して。で、一人暮らしできないって。でもまあ、本当に全滅したんですよ。しかも一気に。一気に？一気に。いや、一気もそれはそうですよね。おかしい。あ、それ、おかしいか。うん。この前の料理動画とかも、あの、リングライトでやってる。また怖くてさ。はいはい。はいはいはい。電気は通ってるのに。え、なんでだろう？なんでだろう？え、消えることあります？ないっすよ。なんもないの。シャンメリー、もう大時期外れたっすね。シャンメリーも、これ、これクリスマスの時のやつ。うん、シャンメリーもね、飲んでない。まあまだ賞味期限はね、買ったのに飲んでないですね。あと、はいはいはい、体ごと集めてる。体、もう体、ガツンとみかん好きなんだ。ガツンとみかんが大好き。ガツンとみかんほんと好きで、ところとか最近食べましたね。はい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 、コンビニで買ったやつ、うん、コンビニで買ったやつ。待ってください。あと、キンパ、キンパ、氷。ちょっと待って、ちょっと待って、餃子出てない？出てる。出てる。ちょっと待って、餃子出てるけど。はい、こんな感じでください。大丈夫ですか？あれ、炊飯器なくなってますよ。確かに。あ、炊飯器あります。あー、収納したわけですね。はい、収納。どこにあるかはわからない。はい、って感じですね。はい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 。で、まあ、ね、ちょっとこれは言い訳させてるし、女の子はやっぱちょっと言い訳から入るのやめません。いや、女の子は女の子メイクとかするとやっぱ散らかるし。あ、一個だけ先突っ込んでいいですか。はい。ここにまずゴミ箱あるじゃないですか。はい。ここにもゴミ箱あるじゃないですか。そうだ。で、サトヒロッチの後ろ見てください。ゴミ袋あるんですよ。あれ、はい、ここを見てください。ゴミ箱あれ、めちゃめちゃゴミ箱あるんですよ、この短い。一個洗面所に移動させや。確かに、洗面所一個欲しい。確かに。そうしましょう。そうしましょう。あ、これで一個便利にね。はい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 。でしょ。あとは、なんかあります？いや、もう気になるところだらけですけど。でも、そことかいつぶりに開けたんですか？こことかはもう本当、覚えてない。無理へ入ってます。ああ、まあ、こっちもこっちも綺麗。ゴムとか、うん、探してたんだよね。あとこれ、私まだ買われてないんですよ。買ったのに。買ったのに。じゃあ Wi-Fi が。そうだ、Wi-Fi どうなったんですか。ずっと Wi-Fi ない。動かない。もう1年ぐらい Wi-Fi いないんですよね、この部屋。これ、ファンの心を持ったケーキ。おー、すごい。めっちゃ綺麗。イベントでもらったやつ。かわいい。大和くんが心の状態できました。見ました、見ました、動画。パスポートとか。はい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 、見えるとこ置かないと一回なくしたことあるんで。え、もうなくしたんすか。家が汚すぎてなくしちゃって、はい、韓国メールで行くときに絶対あるっしょと思ってて、当日探してたらなくて、え、
で、あの前韓国行った友達に電話して、はいはいはい、どこ行ったっけみたいな、え、知らんよみたいな、電話じゃないか、LINE して、で、そこから1時間ぐらい探したら出てきたんですけど。どこにあったんですか、結局。カバンの中。あー、韓国行ったカバンの中に入ってて、はいはいはい、全然そんな見当もつかなくて、うん、この前あのハワイから戻ってきたのとすぐ出して目の前に置かんとって思ったから目の前に置いてますね、はい、これは溜まってる、開けてないものですね。はいはいはい、お仕事のやつとかあったりするかもしれない。あります、行きましたとかは、はい、商材とかは何か、どうすか、これ大丈夫ですか、なんかこれなんすか、これなんかだいぶ悲惨な形になってますけど、はい、すみません、さっき斜めってるっていう、そういう使い方が流行ってるんですか、今ちょっとあのショックですね。あれアイロンね、新たにこれ、退去するとき莫大なお金かかるよ。ソファーの下とかなんかいいかな、うっかりね、うっかりね、ちょ待って待って、なんか隠してる、なんかね、隠してるかもしれない、ね、大丈夫だった、ソファーの下とか危ねえ、なんかお家だったらしいよ、必死すぎ、私としてください、必死すぎ、なんか思い当たる節でもある、あ、男いるか、ソファーの下に男いるみたいな。そう、びっくりした、よかった、ちっちゃくて。でこれカラコン、はいはいはい、これやばくないですか、めちゃめちゃカラコンあります、片付けます、はい、間にね、コスメがいっぱいハマってんのよ。あーでも友達が来たらあげたりします。あそう、あとこれとかなんか耳とか逆さまになってますけどね、最低、これディズニー行った時のやつ、でもそう、あっちの部屋だし。チョベリグー、じゃあちょっといいですか、こっちの部屋、はい、前回行かなかったんすけど、いい、なんか看板、おあ、これ、あ、これ電気つきます、ピン表紙、ちょっと電気つきます、おお、これはこっちがつかないんだ、あ、これつかないんだ、え、うちが頼んださ、電球さ、違うかも、大丈夫です、お支払いできてないから、大丈夫です、寝る部屋は一番いる確率少ないかも、うーん、ママとかが片付けてくれて、基本的にリビングにいるって感じですか、うん、ですね、ピン表紙2回目、ピン表紙2回目のやつ、はいはいはい、こういうのやっぱ1回目の表紙とか専属の紙とか持ち帰ればよかったなと思って、うーん、今回初めて持ち帰っていいですかみたいな、うん、おー、今までこう作ってくれたやつを集めてなんか壁紙とかに貼ればよかったな、あー確かに、今は1枚しかないから集めましょう、集めた、ちょっとこれか、その下に何があるんですか、これ何の絆創膏、なんかメモ帳とかありますけど、何が本当かな、ちょっと待って、やだ、これ気になる、やだ、ちょっとそれ見たいな、ちょっと一回、一回預かっていいですか、待って、うちどれか、ちょっと待って、ちょっと待って、好感度上がる、え、なになに、待って、好感度めっちゃ上がる、まず一つ目、なんか出たいテレビ番組書いてる、いや、だるかすぎ、普通にエロすぎ、で、これ、なんか私のことをなんかブレインストーミングみたいな、どうしましょう、どうしましょう、就活しとる、え、テレビに出たかった時期がありまして、はいはいはい、あの、この時にあの自分の強みってなんだろうみたいな、なんか小学校の時にやってたこれを思い出したんですよ、うん、職業とか探すやつや、それ、はい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 、途中までやって諦めてるなかったんかな、ミッションですか、はい、さくらマルチ、SNS 強い、何でもバズらせる、元気、明るい、何でも正直、素直、以上、ここで挫折したんです、自分のいいとこ見つからなかったの、お手紙もある、あ、恥ずかしい、なに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 、え、なんかママが片付けてくれた時に、TGC のオーディション受けた時があって、なんか何、いつ、でも2012って書いてありますもんね、2012って12年前、6歳、6歳かわいい、6歳かわいい、うん、6歳でこれかわいい犯罪者大丈夫、ちょっと悪い顔してる、おー、これしーちゃんかな、え、すーちゃんかな、ね、ママが持ってきてくれたと思う、へ、ちょっと怖い、そうっすね、そういうところがやっぱ気になるかな、汚い、スマーケースとか、これ、やだ、いらない、ドライバーセット、はい、このコスメじゃん、ちなみにこれ、あ、出る、入ってます、入ってます、おー、キメはこっちに入れたりか、こっちも結構すごいな、やばいですよ、結構、たまごっち、はい、たまごっち作って
ってね、もらったやつ。はいはい。ないやー。容赦しないですからね。オッケー。ね。怖っ。危ねって言いながら引き出し開けた経験ないんですけど。大丈夫？大丈夫ね。ちょっと大丈夫？カラコン、え、カラコンやった。またカラコン。またカラコンの山。カメラ。YouTube のカメラ。でもこれ使えないから。あ、バッテリーの。うん、バッテリーの。また新しく買って、買ったんですよ。買ったんすか、またカメラまた買ったんですよ。え、なんで封印されてんすか。ちょっと待って。え、もう1ヶ月以上前です。ちょっと待って、これじゃ今日設定しません。しましょう。これしかもめっちゃいいカメラなんですよ。え、いいやつって、評価版みたいな。熱くなっちゃったりするから、はい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 、私、ほんとイライラしちゃって変えたんですよ、最新版の方に。うん、新しい発見がありますね。いいっすね。カメラにはまるかもしれないし、これを機に。あ、はい、おー、いいですね、白。はい、じゃあ、こちらドレッサーですね。はい。まあまあまあ、そうっすね、ドレッサーだからね。まあ、もうなんかもう整理整頓したてか、ほんとイベントとかで配りた未開封のものとかめっちゃ多いんですよ。うん、アイシャドウとファンデの集まり。高くないですか。これとかだって一緒じゃないですか、ティルティル。うん、ティルティル同じやつ。ティルティルですよ。あれ、あれ、ちょっと見分かれちゃった。ほら、ペンシル系。はい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 。もうキモい、こんだけやったら。リップ。あ、リップ。ここに入らなかったリップたち。二軍ってことですか。二軍。二軍ない。ここ二軍。ああ。マスカラ。全部マスカラ。うん。これがえぐい。本当に。あの、あとギフティングとかあるので、まあ確かに撮影とかだとね、そうもらうことが多いですよね。お仕事してるとどうしてもね。あ、パック。おお、二軍たち。パックの中に謎のケーブル。なんだろうね、この下地系だね。ああ、これも下地ですか。なんかなんでリップ。リップの2軍。これもリップじゃない。あ、3軍までいた。アイシャドウ。あれ、さっきアイシャドウ見たの。え、これ売り場じゃないんだから。初めて見た。ちょ、待って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 大丈夫それ。これおにぎりとか出てこないですか、そこから。コーヒーやばい。あ、これママに怒られる。ママに怒られる。ちょ、なに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 。ママに言ってたよ。ママが洋服しわくちゃだからって言って引っ越した記念日に買ってくれたアイロン。キチンアイロンみたいな。あー、キチンアイロン一回しか使ってで、ママがドバーみたいな。はい、キチンアイロンみたいな。キッチンマイロン、これから使います。はい、待っときますか。ごめんね、ママ。本当にごめん。これ、あの、袋に入れたらコスメでした。あー、よかった、おにぎりじゃなくて。あとね、このドライヤー、私家に4つぐらいあるんですよ。おドライヤーもここにあるし、はいはいはい、ティッシュね。ちょっと微妙にハマってないベッドね。そうそうそう。全然ハマってない。チョベリゴ。あ、洋服は下にこういう感じで、はい、ありすぎてやばいんですよ。ベッドの下にね。そう、ベッドの下にあるんですけど、ここは寝巻き。うん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 。寝巻きはでも洗濯してループで使うんですよ。洗濯して、あー、干してるやつをね。頭もめんどくさいから、うわ、今日も始まりしようみたいなやつだから、ここら辺はずっと触ってないから。ずっとでここに押し込められたまま。そう、申し訳ない。 OK。 はい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 。あ、でも綺麗。うん、何すかそれ。触れてもいいのかわかんない。ゆめきおにゃんこクラブ。懐かしい。ゆめきおにゃんこクラブとは、はい、チキヤ、加藤ノア、ミッキー、さくらの4人のチーム。色しか集まれなかった。グループの衣装です。着てました、着てました。はい、でも私大切に持ってるんですよ。怖くないですか、さすがに。私これね、ずっと持ってるんです、実は。いつかまた集まれるかなと思って。おー、何年後かに。きっと他のメンバーは見捨ててるでしょうね。知らんけど。あ、あと私バッグが最近めっちゃ増えて、はい、そこが一番使うバッグたち。はいはい、一軍。うん、一軍。これが一軍。こっちが一軍。確かによく見る。確かに上の段全部バッグっすね。あれすぎ、普通に。アウターがもう、うん、しまらん。もうこれ以上は増やせないですね。うん、あとこっち。えぐ。これ全部発注者、ディズニーとか、はい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 、ちょっとずつ増えてったんすね。ま、行くたびに増えるって感じですよね。見てください、僕も全部。本当だ。
そう、全部ディズニーとかのやつで、この前初めてあのおさくのカラコのイベントで私物プレゼントがあって、その時に初めて自分の、ま、結構集めてたんですけど、うん、最近行ったディズニーとかのカチューシャもプレゼントしました。なるほど。単独のイベントとかあったらもうこういうのとかコスメとか消費しちゃいたいから、いつか単独イベントあったら多分私物プレゼントあると思ってます。とメガネたち、うわメガネたち、うわメガネのやつとかやばいね、こういうの、こういうの誰か受け取ってほしいですね。めっちゃ溜まってるな。誰と行った時のだとかも覚えてらっしゃるんですね。結構覚えてます。あと泊まりに来たい人用で布団とか、うん、枕とか、うん、こういうとこね、もう思い出したよ。体重も、ね、体重測っときます、はい、いいかいこれ。部屋で測る話、やっぱやめよう。本当でもこれはそれ開けてないものなんですよね。はいはいはい。こういうのはでもたびたび出してます、思い出したら。これも使う。これはいつ買ったやつですか、ちなみに。これもあれです、メル、あ、メルの時だ。これでこれ貼れるんかな。そういうのさとひろち得意じゃないですか。これキッチンタイマーもう、はぁ、え、カップラーメンとか全然使ったことないっす。ないですね。え、私前回よりひどいですかこれ。いや、まぁ、なんか、でも袋がやる段ボール類は減りましたよね。確かに。あぁ、前はここに積み上がってましたもん。これぐらいかも、今。ほうほうほう。それは減ったのは、うん、でかい。けどやっぱり物が増えていくわ。物は確かに増えてる。ごまごまっとしたものが、やっぱり物が増えると整理整頓も難しくなってくるんですよ。うん、断捨離か。断捨離企画しません。ちょっと自分でできない。だから自分で多分そういうのも開けれないし、うん、気づけないし、あのこの部屋の半分ぐらいなくす勢いで。すごい。いましたね。はい、ちょっとあの部屋をスッキリさせたいなと思います。はい、ちょがりが、え、1年ぶり10ヶ月前。ああ、じゃあもうざっくり1年。はい、はあ、1年で全然成長してないけど。確かに。まあでも断捨離キープ挟んだ後の次多分めっちゃ綺麗になってると思うんで、もしかしたらこの家じゃないかもしれないですね。10ヶ月前も見たっすね、このやりとり。でも住みやすいですよ、めっちゃ。はいはいはい。不便はないんですけど、うん、まあ収納がね、うん、ちょっと少ない。あとはもう普通にあれだね、基本の電気とかねつくようにしないと。そこから始まらないから、まず始めること電気。ほう。開けてないものは開ける。使ってないものはちゃんと使う。はい。着てない服は捨てる。捨てる。と、Wi-Fi つける。スマホも使う。カメラも使う。カメラも使え。収納増やせ。ドライヤー固定はしまう。固定しまう。ゴミ箱、ゴミ箱はどっか部屋に分散させる。12個目ありすぎ、反省するとこ。と、今度から心がけたいと思います。大丈夫ですか、あとなんか気になるところとか。ちょっともうやりすぎ。長い。勘弁しておきますか。長い。じゃあ勘弁しておきましょう、今日はね。はい、はい、まあこれからは綺麗になれるので頑張りたいと思います。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョビリグ、バイバーイ。ずっと思ってたんですけど、ちょっと部屋寒ないですか。え、本当ですか。嘘。確かに。え、寒いですか。足ずっと冷たいです。本当ですか。背中とかもなんか、ね、やだ、鳥肌立っちゃうみたいな。え、本当ですか。はい。え、ほんと鳥肌立ってます。鳥肌立ってます。ほんとですか。なんか肩重いなみたいな。先生怖い。次次回ちょっとガチでね、キーってやってもらいました。え、怖い。払ってもらうとこまで。あ、でも、はい、話がある。なになになに。ちょ、オプションなんですけど、あ、オプション。普通に私物音とか激しかったり、家の中とか結構映すじゃないですか、先生の時。で、あの2軒ぐらい別の人から私霊感あるんですけどみたいな。はい、本当に霊いますよって。おう。来て、で、なんか塩の盛り方とか結構詳しく来て、え、これガチなんと思って、はい、もしこれがガチだったらやばくないですか。やばいっすね。怖くて、ちょっとあの、私 半信半疑やけど、はい、怖い。それが来たこと忘れてた。だからちょっと皆さん、この動画を見て霊感がある方はぜひ教えてください。怖
怖くないって。嘘はダメですよ。嘘はダメ、嘘はダメ、嘘はやめて、本音だけお願いします。やばい、怖い。え、本当に鳥肌嘘ですよね。はい嘘か、嘘か、何なんだよ。